はい、日本健康にする男、川崎龍太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日のお話はですね、ファスティング後の注意っていうところをしていこうかなと思います。ファスティング後の注意ですね。まあ、ファスティング後だけじゃなくても、生活していく上でとっても気をつけてほしい注意点がありますので、これをお伝えしていきます。タンパク質のお話ですね。タンパク質、ファスティングとかをしていくと、ファスティングとかをしていくとですね、肉を食ってる人が大丈夫かなって思っちゃいます。はい、これはそういうものですね。そんなに肉食いすぎて大丈夫とか、いろいろ考えちゃう人が多いです。私も最初の方はちょっと思っちゃった時期もありました。腸内環境がひどいことになるなとか、そんなにですね、ハムとかベーコンとかウインナーとか食べて本当に頭大丈夫かなこの人たちと思っちゃう人もいます。はい、そうなってくると肉類だったりとか、そういったものを食べないようになってしまう人がおられます。そうしていくとタンパク質ですね、タンパク質、これが、なくなっちゃいます。なくなるっていうように必要量が、摂取できなくなってしまいます。必要な量を取れなくなってしまいますと、体はタンパク質でできてます。まあ水分だったりというのももちろんありますが、こういった筋肉を作っているものだったりとか、内臓もそうですし、髪だったりいろんなものは全部タンパク質によってできていると思ってください。タンパク質ってものすごく体に必要なものです。それが証拠にこのプロテインとかって言われるものですね。プロテインは最も大切なものっていう言葉、語源から来てます。それぐらいタンパク質は重要なものなので、この特にファスティング後に注意してほしいんですけれども、肉食ってる人は本当に変な人と思っちゃうんですけれども、肉もやっぱり必要です。全くゼロにするのは本当に良くないですね。肉だったりとかお魚類、大豆類で、そういうのはバランスよく上手に摂取していかないと、タンパク質不足、栄養失調みたいな状態を起こしてしまいますので、そうなってくると、フラフラしたりとか、まあ血管だったり作ってるのもタンパク質ですし、もうフラフラして倒れちゃったりだとか、あとは鉄分不足になってしまったり、こういったタンパク質の中にも鉄分ってすごく含まれてますからね。そういったものがなくなってきてしまう、枯渇してしまう状況が作られると、体はフラフラしてしまったり、調子が悪くなったりしてしまったり、あとは内臓の問題っていう障害も起きてきてしまいますので、このタンパク質の量は絶対に減らさないこと。目安としては体重のグラム数ですね。例えば60キロの人だったら、目安としては大体60グラムのタンパク質が必要になります。60グラムのタンパク質ですね。それぐらいが食べ物の中で摂取できてくるといいので、例えばですね、60グラムタンパク質を取っていくとなると結構な量が必要になります。タンパク質の量がどれぐらい必要かっていうところで言うと、まあ、体重の分のグラム数が必要になってくるっていうことです。具体的に言うとですね、ご飯茶碗1杯で、ご飯1杯でだいたい 7.5g ぐらいって言われてます。 7.5g。 納豆1パックとかだと12g ぐらいですねの量が摂取できてきます。ご飯に納豆ご飯だけだとだいたい 20g ぐらいしか取れないっていうふうに思っていただくといいかなと思います。その食べ物の量イコールタンパク質ではないので、やっぱりちゃんと、タンパク質の量っていうところは少し多めにでも取らないといけなくなってしまいます。それを、特に肉類だったりとかお魚類、そういうのも拒絶しちゃったりとか、そういった状況になるとこのタンパク質の量がすごく少なくなってしまいますので、タンパク質が減るとさっきも言ったように体のいろんな不調を引き起こしてしまいますから、できる限り食事の中でもたまに、お肉類だったりとか、しっかりお魚を取っておくっていうことは大事になりますし、プロテインとかっていうのも、必要な人も中におられます。
おすすめするのはこのヘンププロテインとかっていうのはすごくおすすめです。朝飲みとかで作られてますので、アレルギーだったりとかもなく、カゼインだったりそういった問題もなくてちゃんと吸収されていきますので、こういったもの、特に天然の成分の由来のもの、朝飲みだけで作られてますから、そういったものを取ってあげるってことがおすすめかなと思います。そこだけすごく気をつけていただいて、自分がタンパク質の量少なくなってないかなっていうところをちょっと意識して、食事をとっていただくといいかなと思います。私自身もちょっとタンパク質って少なめだったりしますので、特にお魚類、あとは納豆だったりとか、そういったものは毎日ちゃんと摂るようにしたり、あとはお肉もたまにちゃんと摂るようにしていって、体の状態っていうところに気をつけながらやっていってますので、あなたもぜひそういった体調管理には気をつけていただくといいかなと思います。はい、本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。